おはようございます。9月4日水曜日です。本日の水揚げ状況は少なめですかね。やはり今日が水曜日ってこともあって昨日喜びとか出てないですね。かなり小物なんかはやっぱないんでね、かなり少なめになってますね。はい、ということでとりあえず3分目ぐらいありますんでね、見ていきましょう。保証台とハモもチヌもね、結構いい値はしてるんですけどね。少ないから高いっていうだけで。はい、連長もね、少ないんで、もうずっとね、今週、昨日とその前と全体的な魚多かったんですけど、連長の相場下がりませんね。高いです。たところでタコも少ないですよね。タコもすごいですよね。今大きいのがしかもないにもかかわらず値段だけねめちゃくちゃ高いです。はい、ということでこちらが今6分目というところですかね。はい、活魚コーナーですが、少しはね出荷予定になってますね。当然出られてないからね、そこまで多いことはないんですが、はい、いいコチがありますね。これでかいな、めちゃくちゃでかい、ツチノコみたいでか。はい、コチもね結構数が少ないんでね、やっぱいい値段してるのはしてますよね。っていうか白身はねやっぱそこそこ値段ついてますよね。当たりガニ、はい、こちらは熱も張ってないですね。これは何かな、車エビが少し、今日は小木も出てないんで車エビも少ないでしょうね。はい、こちらも一応出荷予定にはなってますが、はい、タイルも少し出てきそうですね。止めの部分もあるのかな、分かりませんが、はい、とりあえず少なめですね。また後見に行きましょう。はい、競り場ですがこんな感じですかね。前に 2,3 列っていうところですね。昨日はね出られなかったっていうより出てないんですよね。月火とねかなりの水揚げがねありましたんでね、このまんま出続けたら本当に全く値がしなくなるでしょうからね、いいんじゃないでしょうか。はい、小物は少なめですね。はい、こちらもハモは少しだけ、結構少ないながらもハモはぼちぼちありますよね。隣にもの出てますんで、よっしゃ、おはようございます。おー、青ガニがいいね。青ガニのオスはね結構水回りいいんですよね今ね。渡りもねオスの方が今ならばいいんでしょうけどね。おー、すごいね、ドーマンガニ、ノコギリガザミですね。おー、いいんじゃないこれ。はい、こちらにはキジメのタイが少しと、後ろに小物がパラパラと
はい、うわー、もうこれ以上あまり増えてこないかな。はい、送りの2ですが、送りの2もね、今日はまあ水曜日、一応とりあえず開市だったみたいなんですが、まあ入選がまだないんでね、明日ぐらいかな、木曜日には入る予定とは言ってましたが、どうでしょうか。まあ送りも少なめです、寂しい。はい、下関便ですが、木地ガニ目一台がありますね。目一台、これはめちゃくちゃ脂ありましたけどね、というよりレンコ台、小林くん以上。はい、こちら仙崎便ですね。仙崎、これはマアジですね、中アジ、メリーゴ、あとは小イワシばっかりか。今日はイカがなかったみたいですね。剣先が全然ないです。はい、仙崎もやっぱ水曜日は少ないのかな。はい、ハギ便も来ましたね。おはようてちゃん。おはようす。おー、いいカツじゃ、いいじゃん、いいじゃん。はい、いいじゃん、本ガツオ。はい、その他は注文でしょうね。サーラが少し太めのね、背つきもパラパラとありますね。土曜日にサバ、てちゃんの小前サバって上がらになったん。余裕小前に、いや余裕小もって言うよ。おお、それいいですよ。おえ、怖いのって言うのじゃん。クエの餌って、あ、餌って釣りの、あ、それそうなんや。餌やけど1トンずつ買わねえけんな。あ、どうなん、1トン釣りか。1トン釣りなんだ、やれやれやな。はい、ハギも少なめですね。とりあえず少しだけ増えましたかね。はい、まあ増えてもまだ半分までいかないって感じですかね。はい、小物もパラッとだけ。はい、中サイズのマナガツオ。チワザメがありますね。おはようございます。チワザメなかなかね、これっていうのはないですね
今日も車エビ来てますね、原色。結構取れたんでしょうね。おお、よう入ってるね、これ2キロ以上。ちょっと分かりにくいけど、これは大盤振る舞いですね。ここにも青ガニがありますね。これ結構でかいですよ。小イワシが小アジかと思ったらいいね。マイワシの小さいやつ。はい、こんな感じで、まあ、なんやかんや言って7分目ぐらいまでね、出荷されました。はい、担ぎ戻ってきましたが、来ましたね。はい、中ぐらいのが多いですかね。まあ、サイズ的にはね、このぐらいがいいんですけど、ただやっぱりね、同じサイズでもいい割りがありますんでね。まあ結局こうやってなりのいいやつっていうのはね、狙う人が多いんでね、やっぱそれなりの値はつくんですけど、本当に同じサイズでもね、もう極端に言うと倍ぐらい値段が違うんですよね。痩せてるもの、超えてるもの、なかなか難しいですよね。できるだけ早めに狙いを定めて、いいとこをね取らないと、いくら安くてもね、使えなかったらダメですからね。ヒゲ剃り、あ、これいいね。ヒゲ剃りもね、もう痩せてきよるんよ。これがいいな。これ何、一釣りですよ。ここに、あ、そうやね、1個寄ろうかな。あ、その方がいい。鈴木ちゃん、ほんと今年鈴木がおらんじゃね。すごいね、しおるもんね、ジャケ。はい、競り始まります。はい、じゃあね、とりあえず写真も狙っていきたいと思います。買えるかな。買いたいね、1枚ぐらいはね。どうでしょう。1枚、はい、1枚、アロカ1枚、アロカ4、はい、今度は青山、1500、310番、あ、いい子です、すいません。アロカ1本、アロカ1000、アロカ2000、19が310番、青山決定。はい、こっち2位、7枚、アロカ4か、ハムちゃん。今日の活業ですが、やりましたね。
はい、まあまあ結構大きめのようこいてるとこ2枚、いいんじゃないでしょうか。あとはね、小さめが1枚と、あとね、ひげ剃りですね。こいつはね、よう超えてますよ。だいぶね、安く来る中で、まあそんな中でもまだね、こうやって太いやつもおりますんでね、はい、まあゲットできたのは何よりです。はい、いいんじゃない今日も。はい、というわけで今日の荷物ですけど、まあこじんまりとしてますね。今日はね、生サンマ、まあ昨日ももらったんですけどね、16尾、もっとね大きいのが欲しいんですけどね、なかなか少ないし高いし。はい、メディアじゃね、安い安い言ってますけど、まあ、小さいとこがね、いくら安くてもね、あんまり欲しいと思わないし、やっぱ大きい方がいいですよね。値段は小さい方がいいんですけどね、レンチョは値段大きいです高いねレンチョ、やれやれ。はい、まあ今日はこんな感じですね。調整程度というところです。萩の本活、はい、神経抜き完了です。よし、ゲットです。やりました、よう超えてますよ。はい、ありがとうございます。はい、というわけで競りはね、まだまだ続いてるんですけど、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げですけど、まあやっぱ少なめでしたね。まあほとんどがね、休まれてる漁師さんがおられるんで、まあ水揚げが少なかったっていう感じなんですけどね。まあただ今日はね、やっぱたくさん結構出れるんじゃないかな。うん、天気の方ちょっとパッとしませんけど、まあ大丈夫と思いますわかりませんけど、はい、ということでね、まあとりあえず今日の買い物はね、ちょっと私が今日検査で抜けるもんでね、はい、ちょっと控えめにしました。まあまあ昨日までしっかりストックできてますんでね、これでお店の方もバッチリいけると思います。はい、ということで、さあ週の真ん中水曜日です。皆さん今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。はい、水曜日の水揚げですけど少なめでしたね。うん、まあ少ないにしてもね、まあ半分近くまではね、一応出荷されてましたんでね、まあまあっていう感じですかね。まあかなり種類はね限られましたけど、まあ小物もなかったわけでもないし、うん、いいんじゃないでしょうかね。昨日までがね、かなりありましたんでね、まあこれで今日みんなが出てたらね、もう本当相場なかったと思います、おそらく。はい、いい感じじゃないでしょうか。まあ明日はね、またね、かなり今日出れるんで多いんじゃないかなというふうには予想しております。はい、どうでしょうかね。まあ刺身もんがね、ぼちぼち増えてきましたんでね、ありがたいですね。うん、タイなんかでもね、少しやっぱ涼しくなってきたかな、からかなよくわかりませんけど、まあとりあえず今日もしっかりね、いいやつが買えましたんで、はい、お店の方作っていきたいと思います。はい、ということで、さあ水曜日です。皆さん今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、頑張ろう。はい、お店到着です。今日はね、いい天気じゃないでしょうか。うん、まあかな、今日はね、昨日漁師さん休んでますんで、かなり出れるんじゃないかなとは思います。ガミガミ大事なね、とりあえずしっかり作っていきましょう。ちょっとね、早めに戻ってきましたんで、まだ来てないかな。はい、ということで、じゃあ、おはようもっちゃん、今日もよろしく。はい、ちょろっとだけあるけね、魚。明太殺してます。こんな感じでね。
油サイコフライね。見物してます。足だけ見せて恥ずかしい、照れちゃうけね、イカさんね、隠してくれっていうことなのでね、もうかっちゃん、かっちゃんいないから二人きりやけ、まだ頑張っていこう。なんかまだね、寂しい感じ残ってるけど、はい、では行きましょう。昨日のコメント紹介いきます。よし、杉本の
さあちゃん、はい、青山鮮魚の皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。なんとか、あ、なんとかっちゃんお辞めになったんですか。とっても明るくて魚さばきも頑張っておられたのにすごく残念です。私も残念です。うん、しょうがない。でも大谷さん寂しいですね。もっちゃん寂しいですね。もうあんがしてもらえないと思うと悲しいですか。どうかお元気で。そのことです。ありがとう。続きまして、片柳さんね。青山鮮魚の皆さん、お仕事大変にお疲れ様です。社長、今日も結構な水揚げがあっていろいろとゲットできたようですね。かっちゃんお辞めになられて残念です。いつも元気いっぱいで大谷さんの良い相棒でしたよ。かっちゃんがいなくなって大変だと思いますが、皆さん体調に気をつけて頑張ってくださいね。はい、はい、今日ずっとこれ朝からやっててね、なんかバレー部の、なんかバレー部の気持ち、なんでバレー部員みたいな感じのテンションで今日ずっとみんなでやってきたけど、喉だいぶやられた。バレー部員だよ。はいって感じやろ。違う、そんなイメージやったけど、だいぶ喉やってるもん今日。続きまして、福田さんです。和夫ちゃんやるぞ。あたおかお京子さんは、あ、京子さん、あたおか京子さん、クジラのお刺身おいしかですか。おいしかった。今日も食べた。おいしかった。キスは松葉に切った方が天ぷらとか使いやすいんかね。キスボってさ、あんまりそういう風に骨が食べられんけどね。骨がね、目口とかやっぱああいうのは、あの松葉、骨ポリポリ食べられるけど、キスボはね、硬い系やる人はいないかもしれない。うん、あ、背越しね。あ、やっぱあれを一歩ポンだったら、でも思うとみたいな。あ、そうだね。難しいとこなんだ、塩梅が。だそうです。みたいですよ。うんうん。お天気あんま良くないし不安定やけど、今週も頑張っていきましょう。そうだね。なんかすごい天気がね、いろいろあるのね。竜巻が起こったりなんかいってなかったとか。そうですね。そうですね。気をつけてお過ごしください。はい、朝晩涼しいけどね。そうそう、はい、はい、あ、続きまして、富永さんです。青山鮮魚の皆さん、お仕事お疲れ様です。青山社長、今日もたくさん仕入れましたね。大谷ちゃん、クジラの刺身うまかろう。やうん、かっちゃん退職されたんですね。仕事もバリバリやられてて大助かりだったのにね。うん、そう、今からって時やったのね。一度もお会いすることなく残念ですって。大谷ちゃん、も大谷ちゃん、もっちゃんと仲良くお願いしますよってね。トミー今フンだって言ったよ。フンって言われたよ今。感じ悪いよ。ええか、もうあんしないからね。ね、いい、赤目、はいはい、そういうことですね。今日はね、勝間さんも来てくれたし、勝間さん刺身買ってくれた。あとまた来るみたいだけど、来たんかな。まだ来てない。仕事の途中でちょっとこれ言ってんかな。仕事のバレたけど、通り道やけど大丈夫か。通り道朝寄ってくれてね。で、そういうこと以上です。ではね、また明日朝かなあるかな、明日もね。ね、以上です。ご視聴ありがとうございました。また明日お耳にかかりましょう。